いたします。山手線ですが大崎駅にて信号トラブルが発生したため、現在内回り電車外回り電車ともに運転を見せております。現在のところ運転再開は10時30分頃を見込んでおります。なお現場の状況によりまして、全国で1回目の電車からはじめ